ただやっぱり YouTube なんて誰でもできるわけだから正直、まあ、吉本はね、選ばれた人しかできませんが、まあ、どうした、寒い寒い、いや寒くない、大丈夫、まあ、だから吉本は、まあ、しょうがない、まあ、舞台出るのも結構辛いとは思うけど YouTube も辛いですよ、YouTube やんないの2人とも、やんないのでやれるもんじゃないでしょ、まあ、やってるかってか、まあ、ここで、ね、でもオーディションとか受ければできるんですよ、オーディション受けてオーディション突破したらできますよ、あ、次のオーディションに向けて何をやるかっていうのをちゃんと決めなきゃいけない、そう、企画書みたいな、そういうのがあんな潜りでやってるから何ちゅう言葉使ってんだよ、そうそうそう、まあね、チケット売れないからね、チケット売れないですね、まあ、路上でこうやってるんですけど、あ、チケット売ってんの路上で、チケットを手振りするためにジャグリングとかを路上で、こう見てくる、見てく人はいるんですけど、なかなかやっぱりチケットはなかなか売れないですね、1枚1000円ですって言うと、ああ、すいませんみたいな感じで取り過ぎてるという、1枚100円で売っちゃえよそれもいいじゃん、せめて半額だってさ、0円でさ赤字になるよりいいじゃん、100円あと、あ、まあ、それはそうなんだけどね、誰か一緒にいると、ね、あ、あの人100円だからって言って、でもこっちの、まあ、でも売るにはそういう商売もないと、バルキは、え、何が、あそこバルキはもう家族か、家族、家族、手売りとかしないの、いやー、無理じゃない、これ手売りやってたけどね、俺がやってた時は手売りさ、男芸人は売れるかもしんないけどさ、女芸人って比較的売れづらいんだよね、まあ、見に来る人は8、9割女の人、女の人だからね、この人顔いいなと思ったら買ったりとか、あ、そう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 、だから僕なんて結構イケメンだからまあ、だよく買ってもらったりとか、いや、突っ込んでくださいよ一般人以下だろうっていう突っ込んで、それはないわ、いや、それはない、俺言えないよね、それはない、一般人よりはちゃんとしてる、ちゃんとしてるっていうか一般人よりはシュッとしてる、ああ、一般人さ、コレステロール値高いんだもんね、そう、今ね、ちょっとレッドゾーンなんですよ、レッドゾーンなんですよ、一般人さ保険入れなくなっちゃってね、もう保険入れないの、健康、それってじゃあもう本当病気になるってことじゃん、病気になる体だから入っちゃいけないってことでしょ、やばいじゃん、やば、悪玉がね、なんか多いらしくて、マックばっか食ってっからだよお前のツイッターマックばっかりじゃねえかよそうなの、最近はちょっと野菜も結構多めに、野菜だからあれね、マックってね、あの本当にね、すごい太るよ、ああ、マックってめちゃめちゃ美味しい、あ、特にフィレオフィッシュなんてめちゃめちゃ美味しい、ポテトも最高、スプライズだっけ、最高に美味しい、でもね、俺太る、ああ、うん、運動とかしてないの、もう俺ポケモンで歩いてる、ああ、そうかそうか、そうか、またポケモン王だ、ポケモン王の話好きだよな、あ、まあでも週末はソフトボールとか、え、あ、そうか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 、パパさんソフトボールでマックうまいんだよなマックはうまい、うまいよね、俺マックな、ハンバーガー屋さんで一番やっぱ俺マックかなと思うね、マックが一番、なんかマックってさ昔に比べてさ、なんかちょっと肉がだんだん、ああ、わかるわかるわかる、てかでは昔に比べてシワシワじゃなくなった、シワシワじゃなくなった、昔はね、なんかね、紙袋みたいに包まれてて、あ、赤い中のね、包まれててシワシワになっちゃってたのよ、あの生地が、あ、そうで、今はなんかパカッて開けるやつになって、見てみると、そのサラーってほんと綺麗なシワシワ一切ない、すごい美味しい、僕は一番フィレオフィッシュ好きです、こんな話興味ある誰か、俺ビッグマックがいいかな、いや、だからこんな話興味あるこんな話興味ありますよ、俺がフィレオフィッシュ好き、ビッグマック好き、何ですか、私は照り焼き、照り焼きバーガー、ね、テリヤキバーガー、俺一番最初照り焼きバーガー好きだった小3まで照り焼きバーガー、何小4からフィレオフィッシュ、変わんない、そうなんだ、
何があったのよ。やっぱ魚いいよね、体に。体にいいってか、タチにうまいよ、あれ。なかなか高級だから手が出ないよね。いや、フィレメンシュ高級じゃないよ。そう、安いよ、結構。ハンバーガーもっと安いよね。当たり前じゃねえか。ハンバーガー一番安いよ。ハンバーガーめっちゃうまいよ、でもあれ。マックの話して、マックさん、あのなんか CM とかなんかね、あのマックのあの M の色してるんでね、これ今だっけ、なんか M の色してるんで、ぜひねマックの CM よかったら、いっぱい食べてます僕もね。俺も毎回マックだから、毎回お願いします、マックぜひ CM お願いしますね。